高口安吾山の神殺人こう捨てたがる父公安議員の山田平作は夜になるのを待って町の警察へ出頭した長男不二雄が闇で挙げられていたからであるご苦労様です。 所長が気の毒そうに彼を迎えた藤代が警察の世話になるのはこれで5度目だ公安委員という肩書きの手前平作は人の何倍も肩身の狭い思いをしなければならない平作はみちみち思い消してきたものだから所長を見ると興奮していった。 今度ばかりはつくづく考えました。ご先祖様の遺廃に対しても顔向けができませんから。今度という今度は、思い切って感動、拝着いたそうと思いますが。そうですなお気持ちは推察できますが、警察の世話になるような人間には、何より温かい家庭が必要なんですな ここで突き放してしまうと、ますます悪い方へねじむけるばかりでして。所長が言いにくそうに言いかけるのを、小野刑事が引き取って。感動なんてことをしたら、箸にも棒にもかからない悪党が一人生まれるばかりでさ。いまいましそうにつぶやいた。父親の責任を忘れるな、と言わぬばかりの動きが感じられて。 警察のお力で土壌骨をたたき直してもらうわけにはいきませんかね親の手に負えないからお願いするのだが警察の手に負えなくても親の手には負えなくちゃならん理屈ですな親の心がけがそうだから子供がねじ曲がるのだね公安委員ともあろう人がおののごきが荒立つので 所長がせいしがた。小野君は藤尾君の事件を担当しているので情が移っているんですよ。商売熱心でとかくむきになりやすいのがこの人物の長所でもあり短所でもあり藤尾君も結婚に早いという年でもないのですからよいお嫁さんでも見つけてあげると落ち着くかもしれませんよ。所長は、 穏やかにこうりした知らない人が聞くとただ穏やかな言葉のようだが知る人が聞けばそれだけではないなぜなら平作の言葉の様子ではまるで二十歳前後の不良少年を感動する話のように受け取れるが実は藤二は当年33歳にもなっている平作は今の女房に頭が上がらないから 繊細の子の藤代に優しい言葉をかけてやったこともない藤代は少年時代からまるで咲く男のように扱われて育った戦争がなければもっと早くうぐれてとっくに家出でもしていたろうにいわば戦争に救われたとでも言うべきか誘約出生した兵隊戦争の生活は彼にとっては むしろ初めての青春時代であったのである終戦後グレ始めた相変わらず父の作男のような生活ながら闇をやり闇の仲間と時にはよからぬ稼ぎをもくろむようなこともあって警察沙汰になることが重なったのであるその度に被害を被るのは閉鎖で示談だと言って金を取られ 闇ででは自分の作物を盗んで売られ、重ね重ねの損失の上に肩身の狭い思いをしなければならぬけれども世間は閉鎖に同情どころか「能太輪の咲く男でもただで雇えやしまいし一人前に成人した長男に嫁も取らせずただを幸いこき使うからこうなるのさ」と批評は冷たい。 平作はかねてこの世標に腹を立てているところへ所長が藤尾君に嫁をと言ったものだから面白くないあんなやつの嫁になる女がいるものですかいなりたいという女があれば色吉がいさねえ腹立ちまぎれに100年の宮敵を呪うようなことをつぶやいたとその時平作は

所長は苦笑して。朝から夜中までですよ。俺、例の山の神の行事じおかくですよ。人殺しのい,いえ、人殺しの方は、どうやらおかくに罪はなさそうです。あんまりうるさいから、今日にも釈放のつもりですが。数日前に、農家のジンベ型で、 娘殺し事件が起こった着印の娘安子当年18歳を一室に監禁し食事を与えず長尺にして死に至らしめたという事件である一家の者が心を合わせて暴殺の疑いがあったがこれに山の神の行者おかくが一枚加わっている 杏子についている狐を落としてやると言って10日間も泊まり込んで祈った杏子に食事を与えなかったのも後ろ手に戒めて弔着,着したのも狐を落とすためというおかくの差し金だったという町のうわさであったところが取り調べてみるとどうやらそうじゃないんですよおかくの所業と見せかけて罪を免れようという。 一家の深いたくらみがあるのです。おかくはていよく利用されたにすぎないようです。どうも邪教を利用して殺人罪を免れようというやつがいるのですから、正気の人間はとにかく役者がさすがに一枚上ですよ。所長はいまいましげに説明した。 すると小野がふと気がついたらしい様子で藤尾のやつ山の神の信者になったらしい様子ですぜまたおかくのやつがどういうものか藤尾に目をつけたんですね藤尾に死神がついているというんですそれを払ってやるというんですな昨日まではそうだったんですが今朝方から藤尾のやつ 合唱してお覚に合わせてお題目をつぶやいている始末ですよそれを聞くと閉作の目の色が変わったするとお覚に頼むと藤二の少年をたたき直してもらえますかな神様のことは警察には分かりませんやひとつお覚に合わせていただけませんかなもしも藤二の少年が治るものなら ハハハ合わせてあげないこともありませんがそれそこのベンチに腰掛けて合唱している怪人物をご覧なさい兵藤清という25の若者ですがおかくの大の信者でしてな教祖の身を案じてあのベンチに座り込みです少年が治ってあんな風になるのも困りものかもしれませんぜ普通に背広を着て一見 若いジムイン風の男それがじーっと合掌している青白い病的な若者じゃなくて運動選手のようなたくましさそれがじーっと合掌しているからかえって容器が漂っている平作はつぶさにそれを観察したのち「いやあの方が何より無難です!」 ぜひおんに合わせていただきたいその挙句、おかく丘が藤二の少年を叩き直してくれることになり丘くは兵頭清と共に当分平作の家に泊まり込んでお祈りをすることになったそこで藤二雄と丘くはその晩同時に釈放となりそれに兵頭清を加えた3名が平作に引き連れられて 警察を出た。ところがそれから3040分後に濡れネズミの併作がただ一人青い顔で警察へ駆け込んだ神様を騙す人々併作の語るところによるとこうであるその日は 暮れ方から降りだした雨が平作の立ち去る頃には土砂降りになっていた平作の家は町からかなり離れていて小さいながらも一山越えなければならない平作は提灯を持ち先頭に立って参詣を歩いたどうにも一列でしか通れない道だ土砂降りではあるしおかくはお題目を声を張り上げて唱え続けているしで 他の平とは聞こえない。は滑る山系を歩くだけが精いっぱいであったがようやく上り詰めたところでふと振り向いてみると後ろに従っているのはおかくと兵頭だけで藤尾の姿が見当たらない「俺のすぐ後が藤尾の順であったがまさか突然姿が書き消えたわけではあるまい」坂の途中で小便の様子だから。 通り越してきたんですよ。バカ野郎藤尾の策にはまってずらかられたのだそれで死神を落としてやるの少年を叩き直してやるのと気の利いたことができるものかもう貴様らに用はないからとっととどこへでも消えてなくなれ藤尾のやつもう勘弁ならねえ警察で感動の話をつけてもらう 栄作は示談打ふんで警察へ戻ってきたのである話を聞いて小野刑事はふっとタバコの煙を吹いてお題目の様子が神妙すぎると思ったらやっぱりね邪教が人をだますというがこの町の連中は邪教をだますのがはやりだねおかくはだませても俺の目はだませないぞ 藤の行き先ぐらいは考える暇もいらないさ一緒に来なさい捕まえてあげる小野は立ち上がるといきなり外出の支度を始めた小野は閉策を促して土砂降りの中へ飛び出した裏通りから路地へ曲がるしっ静かに小野は閉策を制しておいて 小さな家の戸口の方へ進んだがにわかに立ち止まったあ誰か人が閉作にはそんな気配は分からなかったえどこに誰もいないようだがいや確かに誰かがあっちへ逃げたような気がするこうどしゃりじゃどうもしかたがない小野は諦めて小さな家の戸口に立った 道をどんどんとたたいて「こんばんは大月さんこんばんは」20回も戸をたたいたと思うころようやく屋内で人の気配が動いた夜中になに女のひとり住まいにまだ夜中じゃないよ9時に20分前だこれから3時間もたつとそろそろ夜中だが誰だい 酔っ払いだね警察のものだちょっと聞きたいことがある警察フッ <laughs> 誰だい酔っ払って戸を開けろ山田不二雄のことで聞きたいことがあるにわかに小野が大音声できっぱり言うと屋内の女は慌てた戸が開いたなんだい小野さんか何の用さ 三十三士の女五家のさという担ぎ屋であるちょっと渋川のむけた女何かとうわさの絶えない人物である藤尾が来てるだろう来てませんよフッ <laughs> 誰と寝てた奥の男は誰だい誰も来てやしないよほんとか上がってみるぞ ええ、どうぞあまり人を侮辱しないでくださいよ近所隣があることだからご近所はもう慣れっこだ小野はいきなりずかずか上がりこんだがらりとふすまを開けると奥は一部屋しかないから逃げ場もない布団の中の男がもっくり起き上がって観念の様子いや鈴木か 鈴木小助君意外な対面カカあに言いつけてやるぞ小野は小助を見下ろしてニヤリと笑ったこの町の担ぎ屋の対象格の親父である悪いことをした覚えはないよとっとと言っとくれうんよいことをしただけだな小野は皮肉を浴びせたが諦めて靴を履いたひとつだけ教えてくれ さっき藤尾がここへ来たろ誰もキーしないったら誰もじゃない藤尾だ230分前に表の戸を叩いたはずだ知らないよぐっすり寝てたから斧は土砂降りの表へ出た後ろで戸がピシャリとしまって鍵をかける音がしているさっき逃げたのが藤尾さやっこさん せっかく恋しい女のところへ駆けつけたのに先客ありで締め出されそっと中を伺っていたらしいやこの土砂降りにご苦労な話さね担ぎ屋のゴケなんぞ張るもんじゃないよ風邪をひくだけだ不自由に女がいるという噂を聞いていた平作はさてはそれがあの女かと思ったあの女はゴケですかい 悲惨さ村一番の働き者でいたずら女さ何人男がいるか分かりゃしない今に血の雨が降らなきゃいいが不二なんぞも気をつけないと本通りで平作は小野に分かれた今に血の雨が降らなきゃいいが小野の一言が彼の頭に染みついている 悪い女に関わりあって嫌がる藤代のおかげで我が家がめちゃくちゃになるような気がした終戦後二丁分の田畑を五丁分に増やし山林も買い付け町では押しも押されもしないれっきとした旦那の一人となり公安議員にもなったのに藤代のおかげでとかく人々の尊敬が薄いせっか かく俺がこれほどの信頼を築き上げたのにあの野郎がいるばかりに平作の腹渡は煮えるようだ彼の望みは大きい彼の眼中に新しい農地法などはない彼の頭に染みついているのは昔からの農村伝説だ太陽がこっちの山から出て あっちの山へ沈むまでの土地をそっくり我がものとし鳥が時をつくるたびに黄金が一生ずつ増えていくような武現者になりたいのだそして人々に百姓の王様と仰がれ彼が野良を歩くとかかし以外のすべての人間が泥の中へうずくまって土下座する見渡すすべての実りも すべての山々の緑も彼自身のものである。俺がままにならないのは太陽だけだ。人間の蛆虫どもなぞが俺に恐れ多くも話しかけることもできないようにならなくちゃ。夢のようなことを考える。ふと我に帰ると夢を裏切る現実に。 まず何よりも腹たが煮え立つのは藤二のことなのである術にかかる神様平作が土砂降りの中を疲れきって我が家へ戻ると我が家の土間では大騒動が持ち上がっている土間におかくと兵藤が頑張っていて入れろ入れないで おつねは平作を見るより駆け寄ってどうしたのさいつまでもどこをうろついてきたのさ藤代のすがたをさがしていたのだが藤代ならとっくにもどってきてねっちまったよそうかひと足先に帰りやがったかこの人たちをどうするつもりなんだよ 不二夫についている資料とかメスギツネとかを落とすんだってお前さんが頼んだってのは本当なのかねいや一度は頼んだが後で断ったのだしかしまあこの土砂降りに突き放すのも気の毒だから今夜だけは馬小屋へ止めてやろうお前ら表へ出ろうちへ上がり込もうなんて太いやつらだ お情けに今夜だけは馬小屋へ泊めてやるからわらをかぶって寝てろ平作はおかくと兵頭を馬小屋へ連れ込んだもともと平作がなぜおかくを我が家へ連れ込む気持ちになったかというと藤二の少年を治そうという考えじゃなくて陣兵衛のうちで起こった事件にヒントを得たせいなのである藤二が おかくの信者になったと聞いてこいつは閉めたと考えた閉作は新興宗教などに特に関心は持たないから教祖だの行者などというものをただの人間むしろ氏主と考えている駅舎はお客を亡者と呼ぶそうだがその駅舎も自身の未来が占えずしがない暮らしを立てていることは亡者以下 ウジ虫の神通力なぞバカバカしくて考えることもできないけれども世間にはウジ虫以下のバカが存在することも確かで例えばウジ虫の信者になるバカがいるこういうバカに対してウジ虫が一様の神通力があるのも確かである信者は教祖の意のままになるものだ おかくに鼻薬を嗅がせ不二雄を思うように操らせてできることなら人思いにジンベイは自分たちも手を下したから露見したが万事神様の陣通力に任せてしまえば露見するはずがないと考えたこう考えておかくを我が家へ招く気持ちになったのであるが 藤の信心が警察を欺く手段で帰宅の途中まんまと平策も出し抜かれてずらかられてしまったから平策は怒り心頭に発しておかくを呪ったのであるけれどもまた平策の心が変わった藤二にああいう悪い女や仲間がいてはいよいよ早々と藤二を片付けてしまう必要がある 併作の頭には小野の言葉が染みついていた今に血の雨が降らねばよいがあの疑り深い刑事でもひサのことでは血の雨が降りそうだと考えているのであるこいつは利用できるぞひさのことで藤二が殺されたと見せかけさえすれば新しい考えが 平作はおかくと兵働を馬小屋へ連れ込んで藁の上へ座らせた平作はちょを真ん中に立てて二人をじっと見つめて「おかくはさすがに相当な行者と見えて不二に,についた死神とメスギツネが見えるらしいな」「見えるとも!」 疲れた人間には影が立ち込めてきつねの鳴く声も聞こえる。なんだかげや声しか見たり聞いたりできないのか。俺にはふじおについている死神もメスのきつねもはっきり姿が見える。死神もメスのきつねもふじおの背にしがみついて両手を首に巻き しをこしにからみつけてふじのつるのようにしっかりしがみついている。しにがみのやつがみぎかたからメスギツネのやつがひだりかたからふじおのかおをまんなかにまるでかおだけみっつある化け物のようだがからだはひとつでなん百ねんもとしをへたふじずるのようにくいこんでいったいとなり。 とても話す見込みがない。いいえ、俺が法力で落としてみせる。貴様影ぐらいしか見えないくせに大きなことを言うな。俺にはちゃんと見えているのだが、それでもどうすることもできないのだぞ。こう執念深くがっちり食い込んでしまっては、もう普通では落とすことができないものだ。いや、待て待て。 平作は袖で提灯の火を隠すようにしながらじーっと聞き耳を立てていたがふん、どうやら空耳であったらしい死神や狐は疑り深いから近所で相談しているとすぐ感づいて足忍ばせて立ち聞きに来るのだ大声を立てると悟られるからお前らもっと前の方へ寄ってこい ちょの火が上がると具合が悪いから火を消すがお前ら片手を出せ命名めいめいの片手を握り合って心を合わせて相談しようこうしないと死神や狐が間へ挟まって立ち聞きされてしまういいか平作は左手でおかくの片手を取り右手で兵働の片手を取った お前らも命名の手をしっかり握り合うのだ。まちがって死神や狐の手をつかまされないように、提灯の火のあるうちによーく改めて確かめるがよい。火が消えてからは、どんなことがあっても手を離したり、握り替えたりしてはならぬ。ちょっとでも力をゆるめると、 死神や狐の手にすり替えられてしまうからいいかしっかり握ったなそれではちょうちんの火を消すぞ平作は顔を押し当てるようにちょうちんの火を吹き消したにわかに馬小屋は暗闇となりろうそくの芯に残った小さな赤い一点だけが ちちょろちょろろしている。さてこれでよい。それでは言うが死神と狐の両手両足は不二雄の首と腰に肉の中まで食い込んでいるから話すこともできないし死神と狐だけ殺すということもできない。三味一体のようなものだ。不二雄を助けるために。 藤の体だけそのままにしておいて助けるということが無理なのだ。心臓も首もそっくり重なって一つになって息をしているのだから、どうしても一度は、藤二の息を止めないと死神も狐も落とすことができない。藤の背から、 心臓のところをぐっさり突き刺す。担当の刃先が心臓を突き抜いて向こう側へ飛び出るまで突き刺さなければならない。こうして横に倒してから、次には藤尾の首を切り落とす。一部でも皮がついているようではいけない。すっぱりと切り落として、 胴体と首をバラバラにしなければならない。そうすると。死神と狐の首が落ちるのだ。こうすれば死神と狐を落とすことができる。こうしなければ。他に落とす方法はないのだ。どうだ？お前らにはそれがわからないか？ おかくが歯をガタガタ震わせながら「そうだそうだそのとおりだ!」そうすれば死神と狐を落とすことができるどうしてもそうしなければ落とすことができない3つ重ねておいて心臓をぶっすり歯の根元まで突き刺す3つの首を重ねておいて1つに切り落とすこうしなければならない こうすれば必ず死神も狐も落ちるぞよそうだしかしな人に見られるとどうにもならぬ不二雄を山におびき出してだれも見ている人のない山奥でやらなければならないそうだとも俺は山の神の行者だから山の神のお膝元へおびき寄せてやらなければならぬぞ 日光の山奥がよい日光へおびき寄せてやらなければならぬぞそうだ日光の南泰山の山奥でやらなければならぬ中宮氏のうらのずっと奥の沢へ出てやぶの中でやらねばならぬそれをやるのは兵働のやくだが兵働はやることができるか そうだそうだ。それをやるのはしの役だ清はきっとやることができる後ろから心臓をぶっすり突き刺して首を切り落とすのだきっとやることができるぞよ兵藤もさむけと興奮とで石のようにかたくなってブルブル震えていたがこう言われるとひざからガクガクと揺れ始めてカチカチと時計のように歯を鳴らしながら。 はい、俺が必ずやってみせます。俺も昔の俺ではない。今では神様を見ることも、声を聞くこともできるようになりました。もう一ふんばりで、立派な行者になってみせます。不二雄と死神と狐は、俺がすっぱり落としてみせます。それを聞くと平作は、 力いっぱい二人の手を握りしめて波のように揺さぶりながらお題目を唱え始めた二人の共信者がそれにつれてここを先度と合唱し始めたことは言うまでもない。 王様誕生それから10日ほど後のことである日光南泰山の山中で心臓を刺され首を切り落とされて死んでいる男が発見された一定の日でないと行者が通ることもない山だがその日に限って里人がそこを通ったので教行の翌日に死体が発見された これも一つの幸運。殺された男の懐中から一通の手紙が出てきたので被害者の身元も分かった重ね重ねの幸運だ被害者は言うまでもなく藤二隣の県の人間だこの手紙が現れなければ事件は永遠に解決されなかったであろう手紙はヒサからのもので 日光で待っでてていい。るから来て欲しい迎えの人を馬返しに出しておくからその人の安泰どおりに安心してついてきてほしい日光の山中で積もる話をして縁を結びたいというあじなことが書いてあったすると情緒の殺人かそれにしてはわざわざ首を切り落とすほど丁寧なことをしながら海中を改めないとは。 まぬけの犯人がいるものだ常識では考えられないような間抜けだねところが日光からの連絡で小野刑事がひさを取り押さえ取り調べてみるとひさは当日他の場所にいたことが多くの人々の証言もあってはっきり分かったのであるひさはそんな手紙は書いた覚えがないと言ったちょいと旦那 このの手手紙は男の手だわね。女の手に似せるためにわざとヘナチョコに曲げて書いたのよ私はね担ぎ屋吐請はしてますけどさこれで書は小学校の時からしかるべき先生について書道の奥義を極めているんですからね硯と筆を貸してごらんな水茎きの跡を見せてあげるから書かせてみるとなるほど達筆 どこの姫君が書いたかと思うような濃筆である捜査はやり直しということになったが被害者の身元は判明したし証拠の手紙があるから犯人の所在は極めて限定されているヒサをめぐる男を洗っていけばよいところがヒサの譲歩を調べてみるとみんなアリバイがあるみんな担ぎ屋のことだから それぞれぞ当日の所在にははっきりした証人が挙げられるのである小野刑事は考えた「そうだ男を迎えに出す」と書いてある「上婦が迎えに出るわけはないから迎えに出た男というのは上婦のうちの誰でもない別の人間でなければならぬ」駅へ行って調べてみるとその前日 日光行きの切符を買って翌日戻ってきた人間のいることが分かったこれが兵頭清であるそうだ兵頭なら警察で藤尾に対面しているから迎えの使者の役目が果たせるわけだ使者は兵頭と決まったぞ小野は小躍りして兵頭の行方を探して閉鎖の馬小屋でおかくとともに祈りをあげているところを捕まえたのである 兵働が白状したので事件は解決したこのお礼に平作は10万円を投げ出しておくのためにお堂を建てることになっていたのである平作は捕らえられたが黙秘権を行使してひと言も物を言わない多分彼はこの世で実現できなかった夢を牢屋の中へ持ち込んでいるのだろう むしろ牢屋の中での方が彼の夢は実現しやすいのかもしれない。俺は王様だ王様を牢に閉じ込めるとは何事だ彼は時々孔子にしがみついて歯ぎしりして叫んでいるそうである。 十万円で息子を殺さす不教師ら三名逮捕朝日新聞 5月19日、夕刊